ヒトラー暗殺計画。ヒトラー暗殺計画は、ヒトラーの政権奪取後、単独犯と組織的なものを合わせて少なくとも四十二回、企てられた。ナチス政権下のドイツのような警察国家の体制下では、民衆レベルの組織的反政府運動は極めて困難であった。秘密警察下シュタッポが国民を厳しく監視し、反政府運動を容赦なく、暴力的に弾圧した。 その状況下で武器も持たない一般人が強力な兵器で武装した新兵隊ドイツ軍に抵抗することなど不可能であった。第二次世界大戦勃発後は暗殺防止のためヒトラーのパレードは減り彼が一般人の前に姿を現す回数も減りさらに戦局が悪化し相当大本営に引きこもることが多くなると一般の個人による暗殺はほぼ不可能となり 実行可能なのは現役の軍人、しかもヒトラーに直接近づける立場の少数のものに限られていった。また、フォックスレイ作戦など連合国軍による暗殺計画も企てられたが、実行に移されないか失敗している。1938年5月、ドイツのジェコスロバキア攻撃計画が漏えいし、ヒトラーはズデーテン地方の割上を要求した。 情勢は緊迫し、チェコ、フランス、イギリスは動員を発令。ドイツでは、ルートビヒベック陸軍参謀総長がヒトラーの政策に反対して辞任。ヨーロッパに戦争勃発の危機が迫る。このような情勢か、反ヒトラーのクーデター、暗殺が計画された。ベック前陸軍参謀総長、その後任のフランツ・ハルダー陸軍参謀総長、 ビルヘルム・カナリス国防軍情報部長、同情報次長・ハンソースター大佐、ベルリン地区防衛司令官、エルビン・フォン・ビッツ・レーベン大将、総甲部隊司令官、エイリー・ヒ・ヘプナー・中将、ベルリン警視総監、ボルフ・ハインリヒ・フンヘルドルフ、刑事警察本部長、アルトゥール・ネーベ、元参事官のハンス・ベルント・ギゼビウス、国立銀行総裁・ヒャルマル、シャハト、 上級裁判所判事のハンスフォンドホナーに、外務省官房長エー、エイリヒコルト、元ライプツィ市長、カールゲルデラー、牧師、進学者、ディートリー・ヘボンヘッファーら多数の軍人、政治家、官僚、知識人、文化人らが関与していた。彼らのグループは、後に、ゲシュタポによって、黒いオーケストラの名で呼ばれるようになる。彼らは当初、ベルリンの総統官邸に乗り込んで、 ヒトラーの退陣を迫り、それを拒否すれば、ヒトラーの逮捕、そして裁判または、精神鑑定にかけるような計画も立てていたが、結局暗殺という強行手段に訴えることになった。しかし、ヒトラーは、ベック参謀総長辞任の公表を遅らせ、また、イタリアの独裁者、ムッソリーニの朝廷もあり、ミュンヘン会談で、イギリス・フランス両国が譲歩。 ズデーテン地方のドイツへの割動を認めて戦争が回避され、クーデターは実行には至らなかった。こうしてヒトラーは政権獲得後、最も危険な暗殺の危機を免れた。大戦勃発後、ドイツ軍は占領地から数百万人の捕虜や奴隷的労働者をドイツ国内へ連れてきたが、カナリス国防軍情報部長がヒトラーに彼らが反乱を起こした。 際の対策を取る必要があると進む。ヒトラーはそれに同意し、国内予備軍司令官、フリードリヒ・フロム上級大将に、対策案作成を命令した。フロムは、部下の同軍参謀長、フリードリヒ・オルブリヒト大将に、それを一任し、オルブリヒトは1942年10月13日、反乱鎮圧計画とその因ゴ名バルキューレを、立案した。 国内で反乱が発生した際、国防軍、武装親衛隊を含め、すべての武装集団を、ベルリンベンドラー街の国内予備軍指揮下に置き、戒厳令を布告し政府の庁、全官長、党機関、交通、通信手段、放送局、軍法会議の設置まですべてを掌握する、という計画であった。発動権限は、国内予備軍参謀長にあり、同軍参謀長、 オルブリヒト大将ら陰謀派は、ヒトラー暗殺後、バルキューレを発動、それをクーデターに利用して、国内を一気に掌握する計画を立てた。1943年2月、スターリングラード攻防戦の敗北後、ドイツ軍は、ソ連軍の攻勢に備えるための作戦を、第三次ハリコフ攻防戦立案した。この作戦に関連してヒトラーは2月17日に、ザポロージェに置かれた。 南方軍集団司令部を飛行機で訪問した。これを後期と見たカナリス国防軍情報部長はスモレンスクの中央軍集団司令部にもヒトラーが訪れるよう工作した。中央軍集団司令官は以前から黒いオーケストラグループに参加を求められていたキュンター・ホン・クルーゲ・ゲンスイ。その参謀長は同グループのヘニング・フォントレスコー少将だった。彼は東部戦線における ナチスのユダヤ人大虐殺に憤慨し、暗殺を決意する。先行とは、トレスコーが建てた、ヒトラー暗殺計画の隠語名である。彼は、以前から、情報担当参謀、ルドルフ・クリストフ・ホンゲルスドルフ大佐に爆弾を用意させ、司令部周辺の森林で爆破テストを繰り返していた。当初、司令部内で会食中に、ヒトラーを暗殺しようとしたが、 クルーゲが反対したので断念。そこで、相当大本営に戻るヒトラーを、その登場機ごと爆殺する計画に切り替え、クルーゲの了解も取り付けた。また、国内予備軍参謀長、オルブリヒト大将と連絡を取り、バルキューレ作戦の発動を依頼した。3月13日、ヒトラーは、登場機、FW200 コンドルで、中央軍集団司令部に到着した。 ヒトラーには、相当副官のハインツ・ブラント大佐が同行していた。一同が会食中、トレスコーはブラントに、賭けごとに負けたという名目で、コアントロお酒の小包を、参謀本部編成課長のヘルムート・シティーフ大佐に、届けるよう依頼した。しかし、この包みは酒瓶に見せかけた爆弾であった。同日午後1時過ぎ、ヒトラーは、相当大本営に向けて飛び立った。 爆発を確信したトレスコは国内予備軍司令部のオルブリヒト大将に連絡し彼はバルキューレ発動準備を加齢したしかしヒトラー機が途中乱気流を避けるため急上昇した際ロシア上空の寒気で次元装置が故障したため爆弾は爆発せずヒトラーは無事に総統大本営に到着した計画の失敗を知りトレスコはオルブリヒトに バルキューレ発動は演習だったことにして、計画を中止させた。次に、相当大本営のブラントに連絡し、間違えて別の酒を包んだので、その小包みはシティフ大佐には渡さないようにと依頼。翌日、副官のファビアン・フォン・シュラー・ブレンドルフ中尉によって、爆弾は回収され、計画は発覚しなかった。トレスコーラは引き続き、3月21日に、 予定されたヒトラーのベルリン兵器保存艦視察を狙い、ゲルスドルフ大佐を案内役に推薦し、彼に暗殺計画を託した。彼は次元新艦付き爆弾でヒトラーを道連れに爆死する決意をしたが、当日ヒトラーは視察をごく短時間で終わらせ、ゲルスドルフはヒトラーに接近する機会がなくなり、暗殺は失敗した。 1944年6月に連合国軍がノルマンディ上陸作戦を成功させた。東部戦線におけるソ連軍の攻勢と合わせ、ドイツの体制が明らかとなり、黒いオーケストラはヒトラーの排除計画を急ぐようにな。この頃になると新たに国内予備軍一般軍務局局長、フリードリヒ・オルブリヒト大将、陸軍通信部隊司令官、エーリヒ・フェルギーベル大将、 ベルリン防衛軍司令官、パウル・フォン・ハーゼ中将、参謀本部編成部長、ヘルムート・シュティーフ少将、国内予備軍参謀長、クラウス・フォン・シュタウフェンベルク大佐など多くの将校がグループに加わっていた。7月20日に、東プロイセンの総統大本営ボルフスシャンツェ、会議室においてシュタウフェンベルクが爆弾を爆発させた。 会議室内の数名が死亡したもののヒトラーは、軽傷を負ったのみで助かった。ベルリンの国内予備軍司令部において、国防予備局長のオルブリヒトラーは、バルキューレ作戦を発動させ、ヒトラーの死亡と、国防軍指導部の人事刷新、戒厳令を発表し、各地の軍部隊には、SS、ゲシタッポの逮捕を指令した。ベルリン中心部は、首都警備大隊により占拠され、 パリやウィーンにおいて、SS 将校が逮捕されたが、ボルフスシャンツへと、軍部隊との連絡が回復されたこと、首都警備大隊長の夫ー・エルンストレーマー少佐が、ヒトラーの生存を確認して、鎮圧側に回ったことなどによりクーデターは失敗した。黒いオーケストラの構成員の中で、シュタウフェンベルクラは、クーデター結構の当日夜に処刑され、トレスコーなど何人かの将校は自殺した。 その他のメンバーはそのほとんどが逮捕され、裁判にかけられ処刑された。事件に関係したハンナキス将校の処刑は、ドイツの敗北の直前まで続いた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。